皆さんおはようございます。2022年4月の6日衆議院議員の原口和弘です。まさに桜坂ですね。これから部門会議なんですぐ行かなきゃいけませんが、もう半分ぐらいこの強い雨と風で葉桜に なりつつありますね。ここはあの桜吹雪が毎年綺麗で毎回ですね皆さんにお送りしている場所なんですけど、ちょっと今年は雨もあったり、朝からこの戦争でいろんな議論があってここに来るのが今になりました。佐賀ではですね、高校野球、新井豊さんが理事長しているあの透明感がなんと、あの佐賀校商業全国制覇もした佐賀商業に勝ったんですね。優勝おめでとうございます。まあ、両校の健闘、それから高校球児のね健闘を私の同級生も監督してますけど、本当にすごい伸び伸びとした野球ですね。野球って、いや失礼、学校に新井さんがしてくれてですね。さて、この戦争の影響もあり、あるいは去年のコーンウォールサミットのコンセンサスもあってですね、世界は超高気圧経済になってますね。そこに、ロシア制裁ということで、まあだけど制裁の穴だらけで、逆に心配しているのはドル、あるいは円を中心とした、あるいはユーロを中心とした通貨が逆にですね、ルーブルや元といったところに置き換わっていく、そういう懸念もですね感じますね。友好国、非友好国っていうのをロシアは分けていて、まあ本当にあの厳しい状況ですね。エネルギーを持っている国、債務を持っている国、あの踏み倒したらいいんじゃないかという話は到底受け入れることはできませんね。しかし FRB もバランスシートの急激な縮小を考えていると今日ブルームバーグで報じられていましたけど、これ世界的にですね、この四半世紀だけ見てもものすごい勢いでバランスシートを拡大させてきてるんですね。ちょっとこれ急な坂で結構息が切れますね。これ向こう行ってたらもっと綺麗なんだけど、時間がないですね。で、このバランスシートがを縮小させるっていうことはどういうことかというと、中央銀行が持っていた、政府の債務、これもですね割合も減ってくるわけですね。ということは財政出動の余地も非常に厳しくなってくる、金利が上がってくる、そうするとさらに不景気になる。で、しかもそれにコロナと戦争が追い打ちをかけているわけで、格差と貧困が深刻化した世界にはですね直撃してしまうわけです。で、これね、余裕があれば預貯金とか金融資産を持ってたりして、余裕があればですね、まあ今をしのいでくださいということが できるんですけども、岸田内閣のようにこの検討の検討をという足踏み内閣にちょっと対応できると思えないんですね。で、例えば一人世帯の金融資産の保有率っていうのをこう今日ツイートしておきましたけども、この状況3割とか4割ですね、世代で少し違いますけど、おおむね3、4割の人たちがですね、要はお給料とか年金が減れば、あるいは物価が上がればもう生活が即苦しくなるという状況なんですね。ということはですね、時間のかかる政策っていうのはやってられないということですよ。私があの日本の未来を作る勉強会でも主張しているように、消費税をまずゼロにする、
まあ、0が無理でも5とか3に減らさなきゃいけませんね。そうやってその国民の経済を、国民の経済というのは形成催眠ですからね、形成催眠ということは民の暮らしを休んずるということですね。それをやって初めていろんな日本を未来に開くことができますから、消費税をゼロと、まあ、インボイスと、それから立憲民主党は特政令をもう出しました。非常にね、財金の部門も頑張ってくれて、代表にもですね、あなたが買ったんだから、代表選であなたが選ばれたんだから、あなたの政策を、積極財政の政策をしっかりと打ち出して、インボイス廃止と消費税減税、これはもうこの参議院選挙必須ですね。いや、参議院選挙の勝ち負けよりもまずは目の前の、それも大事ですけども、国民の暮らしをですね、しっかりと支える、その政策を立憲民主党中心に頑張っていきたいと思います。こうやってね、桜の花が咲いてます。じゃあ、皆さんどうぞ拡散してください。よろしくお願いします。ごきげんよう。桜坂からお送りしました。赤坂ですね。では失礼します。